吉田さん、なんかその娯楽って人によって様々あると思うんですよ。まあ中にはねシャランキューの CD 聴いて心がね落ち着く人もいればクラシックの人もいるかもしれません、まあ、ドライブをしたい人もいるかもしれませんしお酒を飲んでねなんか気持ちが良くなる人もいると思いますしタバコを吸ってねなんかそのリラックスする方もいるんじゃないかなと思うんですよタバコっていうのはねなんかダンディズムに浸れるってアイテムでもあると思うんですよ なんかその映画の影響かもしれませんけどもちょっとねタバコを食い出して残ったのはパーンってね足で踏んでもみ消すみたいなのが、まあ、あの俳優がやるとかっこいいんでねそれを真似てちょっとエツに浸るみたいなのも人生のの楽ししみ方の1つかもしれません、まあ、今回はね「無駄のだ」っていうことでお話していきたいと思いますけどもあの生活保護費をギャンブルに使ったらそれはいかがのもんかっていう論調もあるんですけどもじゃあね生活保護費をギャンブルに使うんじゃなくって。 アイドルの CD 買うのはどうなんですかとかねコンサートに行くのはどうなんですかといや無駄だから使うなっていうことであれば無駄じゃないことしかできないんですかってことなんですよ人生は客観的には無駄だと言えるもしかしたら自分でも無駄かなと思うことをやるからこそ潤う部分があると思うんですよね、まあ、これをね人生の遊びっていうのかもしれません車のブレーキもある程度遊びがないとものすごく全部が急ブレーキになっちゃってものすごく運転しづらいんで踏み始めた時から効きがなくってね 遊びってやつですよ。グッと強く踏むに従ってだんだん効いてくるみたいなそういった感覚も必要なんじゃないかなと人生もスタートもそれからエンディングもある程度の遊びがなければ窮屈になななって破裂しちゃゃううんんじゃないかなと思うんですよね。で今回「無駄のだ」ってことなんですけどももともと「元々無駄」っていうその「だ」の字っていうのは1だ2だっていいう風に数えたらしいんですよ。つまりは馬の上に1つ荷物を置いたら1だ「1」だ2つ荷物を置いたら「2」だっていうふうに言うらしいんですよ。 だから馬の上に荷物を乗せてない状態を何もないから無、無駄と言うんですよね。馬は荷物を運ぶ道具として使われてますので荷物を運ばない馬っていうのはねでもどうなんでしょうかね馬を鑑賞するっていうのも一つの楽しみ方だそうなんで荷物を乗っけてない馬がねそこに立っているのを絵で描いて一つの作品ができてそっからお金が生まれるとかね。 まあ馬っていうのはいろんな利用価値があったり存在するだけでまあ人に癒しとかね娯楽を与えてくれたりするっていう見方もあるんで無駄も無駄のまんまにしておく人と無駄を無駄から取り出して無駄じゃないように形を変えていく人もいるってことなんだと思うんですよ今回この YouTube 動画をご覧になった方億万長者合宿に関係ない方も見てると思うんですよ無駄ですかねなんか気づきがあったんじゃないですかそのの気づきはこの動画によよって戻らされたというよりも あなた自身がこの動画から取り出した無無駄駄からのの有益無駄じゃなないものなんですよだから無駄を無駄のままにしない能力っていうのは人々一人一人に備わってると思うんですよねそれを無駄だと思って本当に無駄にしちゃえば無駄だと思いますけどもいやこの無駄も実は自分の人生の遊びなんだガス抜きなんだ息抜きなんだだから詰め詰めで頑張んないといけない時にもこの無駄があるからやっていけるんだだからねパチンコやろうが麻雀やろうが ギャンブルをやろうが、アイドルの DVD 買おうが、それが全部ね、自分の生きるエネルギーになっていれば、それも込みで人生なんではないかなと思います。もちろん、何のエネルギーも生み出さない、生きる価値にもなってない、そんな無駄でさ,無駄でさえ、私たちの世界には蔓延してますから、まあ、必要かどうかっていうと、必要と言えなくても必然なんですよね、きっとね。今回は無駄の。 だとということでお話ししてみましたけども何か気づきがあれば幸いです必ずあったと思いますけどもねいってらっしゃい